ただいまから楽トレの CBT 対応二次試験対策講座のお話をいたします。今年から CBT 試験が始まりました。CBT 試験の大問題ということで、自己採点ができない、二次試験対策はどうするのということになります。で、従来のように試験問題が持ち帰れないので、推定自分の頭の中で自己採点をするしかないのかなと思います。試験中の自己採点の方法につきましては別動画で、アップしてありますので、それをご覧いただければと思います。一応例年ですと、だいたい100点満点で75点前後が、ボーダーラインというふうに言われております。ということで、一応70点以上の方はここにありますように本格的に、二次試験対策を始められたらいいかなと思います。そこで楽トレでは新しい特典を設けました。CBD 試験対応特典ということで、翌年の受講料が 50% オフということで、もし万が一、一次試験が通っていないとか、一次試験は合格したんだけど、二次試験が不合格等の、場合には、翌年の受講料は、50% オフという大変お得な特典です。ということで、これらの特典を生かして、ぜひ受講されることをお勧めします。一応定員は10名ということで、先着順ということで、お早めにお申し込みくださいということです。定員が限定するのはやはり講座の品質というものを保ちたいということなので、ご理解いただければと思います。続きまして、70点以下の方というか、これも当然誤差がありますので、それと一次試験先取りタイプということで今年は受けないという方もに対して新しい制度を講座を作りました。ということで、まずはとりあえず二次試験を始めましょうということですね。ということで、ハーフ講座と名前を付けましたが、約半分の、科目の講座ということで、お手軽に、二次試験の準備が開始できるということです。ということで、この講座に関しましてもやはり、定員がございます。10名ということで、これも先着順ということで、早めにお申し込みをいただければと思います。以上です。